さあ、それではお待たせいたしました。早速キャストの皆様にご登場いただきましょう。まずはネガツアーの皆さんにご登場いただきます。旅行会社添乗員戸川光雄役、尾上博之さん。ショーパブラビアンローズのスタークレヨン役、中村智也さん。北白川右京をパリまで探しに来た編集者香取義雄役、山中隆さん。同じく香取の後輩早見律子役、野口香織さん。複雑な過去を持つ元詐欺師、丹野二八役、石橋蓮司さん。続きまして、北白川右京が描く17世紀のフランス王朝の小説の世界です。ルイ14世役、石丸幹二さん。続きまして、今度は孤児ツアーの皆様ですが、映画の中と同様、幸運の象徴馬車に乗ってのご登場です。皆さん盛大な拍手でお迎えください。天才小説家北白川右京役、水谷豊さん。倒産寸前の旅行会社社長浅香玲子役、田中玲奈さん。翻訳が破綻になり心に傷を負った OL 桜井香織役、吹石和恵さん。成金実業家の恋人みちる役、足立由美さんです。さあ、それでは馬車に皆さんが乗っていらっしゃいましたが、降りていただきましょう。まずは水谷さん、どうぞお降りください。続きまして田中さん、どうぞお降りください。そして吹石さん、お願いいたします。そして足立さん、どうぞお降りください。水谷さんからエスコートされております。まず馬車に乗った感想ですが、3人の女性と いっぺんに結婚したようなそんな気分でした大日の館の中では、北白川右京といいます。その天才小説家の役を今回やっています、水谷豊です。本日はようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、田中玲奈さん、お願いいたします。馬車に乗った感想から、まずは劇中の中では暴れ回る客お客様をお止めする役だったので、大変優雅に乗らせていただいたのがとても新鮮でした。今回は、私の役は、
詐欺まがいをしてしまうというちょっと危険な女性なんですけども、最高にスリルがあって贅沢な旅を、させていただきました。たくさんの皆さんが、見ていただけるようにどうぞご協力ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして吹石和恵さんお願いいたします。はい、まず短い距離ではあったんですが、久しぶりにパリ以来馬車に乗ることができました。パリでは私演じる香織が大大大好きな水谷さん演じられる右京先生と二人きりでずっと馬車に乗っていた記憶がよみがえってまたもときめいてしまいました。目に美しく心に豊かな映画ですのでぜひ皆さんご覧いただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして足立由美さんお願いいたします。はい、パリで馬車に乗った時には雨も降っていましたし、暴れ回るお客の役だったので結構大変だったんですけれども、今日は本当に優雅に乗せていただいて、幸せでした。私の役はミチルというホステスの役なんですけど、私にしては珍しく明るめのちょっと可愛らしい役で、緒方直人さん演じるパパという、ね、恋人と、とってもラブリーだチャーミングなカップルを演じています。はい、どうもありがとうございます。